張飛と関羽、人気があるのはどっち？時代ごとの人気を検証。張飛と関羽は史実においては劉備の兄弟分、演技においては義兄弟として描かれる人物です。それぞれ豪傑という共通する点と真逆ともいえる性格であることから、どちらも人気があります。現在では媒体によってキャラ設定が異なりますし、ファン層も多様化していることもあって、人気があるのはどちらかといっても甲を図つけるのは難しいでしょう。しかし三国志演義などに出てくる限られたエピソードしかなかった時代は、人気もどちらかに偏っていたので、どちらが上だったのかを判断することができます。そこで今回は、時代ごとに人気があるのはどちらだったのか、その理由は何だったのかを紹介していきたいと思います。三国時代から隋、唐代は張飛の方が人気。人気度合いを測る尺度として支持率の高さがあります。特に中国では死後に英雄や偉人を祀る風習があるので、いつから祀られていたか、どのくらいの規模で祀られていたかで人気度の比較が可能です。まず個人を祀る際に建てられる廟が建てられた時期を比べてみます。最も古い関帝廟は隋代に建てられたとされるものが現存していますが、それに対して張飛廟は張飛の死後間もない三国時代から存在していました。張飛が早期に祀られた理由、劉禅は260年に関羽や張飛など主だった人物に送り名を追号していて、関羽は総牧公、張飛は関公と呼ばれるようになります。追号された事実だけを見ると大したことではないように思えるのですが、その送り名に注目すると張飛が関羽よりも先に祀られた理由が見えてきます。関羽の総牧公とは、名はあるものの実が伴わないという微妙な意味であるのに対し、張飛の関公とは、荒っぽい性格ではあるものの困った時には民衆を助けてくれる雷を司る神様の名前です。この送り名のおかげで張飛は以降長官大帝などと呼ばれて、民間で神様として祀られるようになります。唐代に張飛を中心とした物語が多く生まれる。神様として祀られるようになった張飛は民衆の中で人気の存在となりました。唐代の長期的な平和の中で三国志に関する様々な物語が生まれていくのですが、その際に張飛に関するものも増えていきます。例えば唐氏の京慈氏の中でもその名前が読まれていますし、唐代の喜劇を研究した闘技楼という本でも唐代に張飛を題材とした劇があったことが記載されています。こうした話が元になって後の三国志平和や演義へとつながっていきました。三国志平和で張飛の人気はピークに。宋から元にかけて三国志平和が編纂されたと言われていますが、張飛はその中で主人公ともいえるような位置づけで描かれています。基本的に張飛はトラブルメーカーで何かと問題を起こすわけですが、それが物語を進行させるなど登場人物の中でも重要性が高いキャラクターといえるでしょう。そしてその背景には前述した唐代での張飛の躍進が大きく影響しています。また現在でこそ財神として有名な関羽ですが、平和の冒頭では無一文として描かれるなど、お金とは無縁のイメージ。逆に張飛は金持ちのボンボンで、関羽や劉備に酒をおごるシーンが描かれています。こうした描写はそれ以前に肉を売っていた張飛を財神とする信仰があったことが要因です。しかし筆者としてはこの辺りが張飛人気のピークだったと考えています。関羽が財神や守護神として祀られ始める。宋から元にかけて関羽は民間の中で財神として信仰されるようになり、皇帝からは国家を守る守護神として祀られるようになります。一応現代には張飛も11代皇帝のトゴンテルムから加増を受けていますが、関羽はそれをはるかにしのぐ回数で加増されています。明清代に人気が逆転。明代には三国志演義が編纂されているわけですが、ここでは関羽が忠義の師として描かれ、それが諸外国にまで広まったことで関羽が張飛以上に著名になっていきました。歴代皇帝による加増も激しくなり、関羽の地位は神様の域に達します。これで張飛との人気は完全に逆転したと言えるでしょう。ただ関羽が三海福間大帝という神様になった際に、張飛も三海福間副将として祀られるなど、関羽の出世が張飛に影響を与えている点もあります。とはいえ清代には関帝廟があちこちに建てられ、それ以前に比べると張飛を信仰する人は減ってしまいました。台湾でも以前は比較的多かった張飛廟も、現在では一部の流派や地域で祀られる程度となるなど、規模の縮小が見られます。三国志ライター TK の独り言。
聖地の三国志では関羽も張飛も驚くほど記載が少ないです。つまりそれだけネタがない状態だったわけですが、三国志平和と演技を経て張飛と関羽は様々なエピソードを持つ魅力的な人物となり、現在のイメージ確立へとつながっています。これは東晋以降に廃彰子が注釈した正史をもとにして様々な物語が生まれたためです。結果的に関羽と張飛どちらが人気だったのかというと、筆者としてはやはり後半の伸びが凄まじかった関羽に軍配を上げたいと思います。ただいずれも拮抗していた時期があるのは確かなので、勝ち負けは個人個人の捉え方次第になります。皆さんは関羽と張飛どちらが人気だったと考えますか？